はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。バイオハザード RE2 やっていきたいと思います。では、今度はここの廊下の先にあるシャッターを、多分ね、開けるんじゃなか、うれれれれ、あら、あらら、こんなところに、こんなところに来ちゃう。こんなところに来ちゃう。痛い！オッケー。オッケー。あれ、来てた。眩しい。よいしょ。ふう、弾がすぐなくなるタイプじゃん、これ。噛まれてる。噛まれてる。噛まれてるよ。私噛まれてるよ。なんかある。あ、ナイフ。ゲット。はいよ。ですよねー。ですよねー。と思ったんだ。はいよよ。ちょっと取っとこで、しまっとこで、あの人が敵になってるんだと思うんですね。やっぱり。マービン。そんな。くそ。おお。一発だけで死ぬはずなのに。約束します。銃。銃。あれ、銃持ってなかったっけ？あれ、銃持ってない？あれ？銃持ってなかったっけ？まず、現像室。ちょっと死にそうだけど。うわぁ！待って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 よー。いきなりリッカーさんご登場。怖いよ。
やめてよリッカーさん、心臓に悪いから心臓に悪いからもういいよで、あ、そっか、電気変えなきゃいけないんだね、これ。あ、ロッカー、3階ロッカーだって。あれ、電気つけてもできるんじゃん。3階ロッカーだって、3階ロッカー、これか。で、どこでクランク回すんだっけ。あ、そうそうそう、リネン室に行かなきゃな。まず廊下のロッカー行ってみようか。怖えー、ちょっといつやられるかわかんないからセーブしとこう。いやー、ちょっと、なんでこう、いっぱい、弾が、たまらないかな。余裕がなさすぎませんか、スタンダードなのに。せめてもうちょっとゆっくり行こう。ここもゆっくり行こう。これ2階まで来るかな。いや、リッカーさん、そこのゾンビ動いてますよ。完全にどんどん言ってますよ。ここは開かないのか。ごめん。あー、怖い。もう走っていいでしょう。で、ここが、DCM。順番変えたら、デビルメイクライ。ね。DMC だったらね。OK。OK。おっと。いらないんすけど。いらないんすけど、私今。とりあえずこれでリネン室に行ってみましょう。これさ、そろそろそこのやつが起き上がるんじゃない？大丈夫？大丈夫？起き上がらない？ここの人も起き上がらない？大丈夫？大丈夫？スターズオフィスの前の廊下、全リッカーいるんじゃない？大丈夫？こういうふうに思っとかないとね。ビビっちゃうから。ビクビクしてるよ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 。ちょっと。大丈夫かな？え？え？怖い怖い怖い。はい。これでオープン。オッケー。
理念室ってなんだろう。あー、選択。え、それだけ？これだけ？あ、手帳。うん、違う。あ、これか。お、なんだ。あ、これもういらないんだ。はい。で、調べる。またこれ。これ苦手だわ。こうか。オッケー。てててん、てててん。てててん、てててん、てててててるるん。はい、これで、キーができた。で、あそこ行かないといけないと。嘘でしょ？嘘でしょ？嘘でしょ？リッカーさんとか前また通らなきゃいけないの？もう、やだ。リッカーさんの前通るのやだ。怖い。怖い。怖いです。怖いんです。超ビビリなんです。どうしようかな。西側オフィスに行ってからまた北に上がるようにしよっかな。そうしないとさ、あの長い廊下をまたゆっくり行かないといけないからね。いない？大丈夫？OK。ええ。てかあれだね、だいぶ汚れてきたね。よいしょ。で、ここを通って。で、リッカーさんがいるから、ゆっくりと。あれ？ふぅ、オッケー。で、これをして、で、あとどこだっけ。あと空いてないのが、103。103。オッケー。で、あとが、203。ん？ 20、違う、203か。よいしょ、違う。03。OK。これ全部 OK。あー、ナイフってあれなんだ。一つにまとまってくれないんだ。OK。サイドバック。で、で、これで全部いった。で、上の階の、ここだな。2階から待合室だな。怖いよ。怖えよ。リッカーさんが普通にいっぱい出てくるようになったよ。で、2階だね。2階の待合室で、いない？こう、もともと敵いなかったからな、後から出てくるっていうパターンありそうだからさ。絶対開けたら出てくるよね。たまねえしな、こっちは。これ
これだね。はいよ。ゾンビ出てくるんじゃないの？大丈夫？大丈夫？オッケー。で？オッケー。で、所長室。お、これ、これナイフでもいいのかな？オッケー。謎解き。ああ、ハートがいるのね。この廊下、謎解きがあるはず。あれ、アイテム。アイテム全部取ってないっけ？鳴ってる。これ止めた方がいいんじゃないの？止められない。止められないそうです。マジか、止められないのか。で、上と下、上、下は？下はボイラー室。上は？違う。下、これか。取り調べ室と、なんだあれ。ああ、確認室。はい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 。やっぱ下から行っとこうかな。でも弾ねえんだけど。弾ないんだけど。弾ないよ。取り調べる室誰かいんのかな？いるいる。おー、ヘロー。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 待って、ちょっと上、ちょっと上一旦来て、上行ってきていいかな。ちょっと上行ってきていいかな。ちょっとごめんね。上行ってきまーす。いや、上も暗いな。上も暗いな。そこに、そこに木の板がある。木の板があって、さっきのとこにパッとつけに行けばいいんじゃないの？誰もいない？閃光弾？閃光弾とかよりは弾が欲しいかな。普通の弾だけど8発しかないなぁ。で、バルコニー、バルコニー。こっちはバルコニーか。バルコニー、雨です。雨です。雨です。これは？ブルーハーブか。ブルーハーブとりあえず置いとこうか。これ降りると？ああ、屋上。屋上から。ああ、ボイラー室に行けると。ボイラー室ってなんか今必要だっけ？ちょっと怖いな。ちょっとあんまりここから離れたくないな。じゃあ、東倉庫。東倉庫。ああ、いるいるいる。いる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 よ。いるよ。いるよ。いるよ。どっかにいるよ。いた。あ、避けたな、お前。なんだよ。
ッケー？オッケー。ああ。もったいねえ。ああ、嘘。おお。待って、弾が欲しい、ショットガンあった。ごめん、待ってよ、弾いつもギリギリじゃねえかよ。余裕をくれ、私に余裕をくれ。あ、これは歯車。ドゥン、大きな歯車。もう大きすぎやろ。これは？あ、これもいらないか。いいよ。あ、ここもハート。ハート。次はやっぱ取り調べ室行くべきか。取り調べ室ね。あ、ここは？これはブルーハーブだよね。いや。開かないの？開かないの？で、さっきのところをパパッと行って、あるよね。あるね。パパッと行って、入ってこないようにしてやるか。よっ。よっ。オッケー。オッケー。オッケー。てか、これプレスルームの人か、これ。こんなやついたっけ、プレスルームに。え、プレスルーム敵いなかったでしょ。ねえ、いなかったよね。ロッカー。どうしよっかな。ガンパウダーにするか。ガンパウダーじゃねえ、ショットガンにするか。おお、クローバー。クローバー。ハート。両方いけないの。マジか。あれ、そういえば俺ここ調べてねえな。あれ、調べてないのが一個あった。マジか。とりあえずボイラー室行かないといけないのかな。入ってこれまい。入ってこれまい。ボイラー室行くか。その前に、今回は、ボイラー室に行く前に、ちょっとさっきの、1階の行ってないところを見つけたので行ってこようかな。こっちじゃねえな、こっちだ。ね、これなんもないよね、この中もう。なんもないね。そういえばダイヤどこで使うかわかんないね、まだ。よいしょ。いやー、怖いですねー。バイオハザード RE2。 怖い。リ
ッカー出ないよね。リッカー出ないよね。リッカー出ないよね。で、この、ここか。ここか。俺行けねえな、ここ。あ、こんなとこにあったんだ。でももういらないかな。いや、いるか。どっかしてないっけ。しないとこそこか。ここの突き当たりと、あとここか。どうしよっかな。しといた方がいい場所あんのかな。ここやっとこうかな。オッケー。このクソ野郎。弾もったいねえな。オフィス、東オフィスか、通ってから行くか。弾がもったいねえ。へい。よいしょ。オッケー。わー、痛い。あー、もったいない。ナイフがもったいない。バイバイ。はーい、ではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回こちらのボイラー室に向けて進んでいきましょうかね。はい、屋上に、こっからバルコニーから屋上に降りて、で、屋上から下にさらに降りて、ボイラー室に行くと。ボイラー室に多分鍵がどっちか、ハートか、クローバーのどっちかがあると思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあねー。